できた。ああ、おめでとうございます。バケツできた。おめでとうございます。これでやっと水が汲める。ありがとうございます。耕したところに入られる、はい、そうです。はいはいはい、こうやってすごいできた。別荘、別宅を一つ、別宅を作られてきましたね。ここでいいかな。行った飛び長鉱山じゃなかったでしたっけ。そうでしたね。ちょっとここは、え、なんか、え、あ、もう夜ですか。夜ですね。危ない危ない、あ、死んでしまった。やばいやばいやばい。ああ、ああ、家に帰ってきちゃった。そうか。ちなみに、はい、どんな家が別荘だったらいいなと思いますか。そうですね、本宅とは違うじゃないですか。別荘本宅とは違いますね。なんか別荘でありながら、はい、なんか目印にもなりたいな。なんか、はい、例えばすごい高さのある塔のような。なるほど、はい、高さのあるものを作ってみたいなっていう気持ちはありますね。あれ、柵が、お、柵できてるじゃないですか。絶対に富永鉱山から出て左に曲がるとま、はい、っすぐ登っちゃうんですよ。で、家の方向が分かんなくなっちゃうんです。登れないように。ああ、もうちょっと先行くと、はい、水辺の近くの結構広い土地があるので。お、広いですね。ここいいですね。うお、すごいですね。牧場みたいなの作れるぐらいのってか、ここ広いですね。ちょっとここに作ろうかな。お、新しい別荘なんですけど、はい、石にしようかな。石造りでいきますか。はい、なんで炭鉱を掘り進めつつ、はい、いい素材をゲットしつつ、なるほど、石で別荘を作るっていう。あ、なんか農場も育ってきましたね。取れますね。なんかちょっと収穫してみてください。収穫していいですか。お願いします。何が取れましたか。何が取れた。おー、小麦。小麦来ましたね。小麦が取れた。適応剤で、はい、どれだ、小麦。おーっと、パン。そうなんですよ、パンだ。お、食べた。ずっと長押ししていくと HP ゲージを見るから。おお、 2.5 個ぐらい回復した。回復しましたね、ついに。すげえ。これで、これがパン。なんか座組というか、はい、建物っぽいもの始まってますよ。始まりましたね。はい、うわ、黒くなってきた。お、なんだっけ。すごいですね、この作業場がそのまま寝室とかになる。そうですね、ただの作業員です、ね、現場のおじちゃんみたいな。はい、泊まり込みで、うん、やっぱもう2軒目なんでね。まあそうですよね。やっぱあんまり妥協したくないですね。ほぼ左右対称の建物ができたんですけど。お謎のこれをなので横に伸ばしてピラミッド風にしてみたいですね。なるほど、はい。すごい、なんか白っぽくなってきたっつよ。おお、すごい。これ土台ができてますね、ちゃんと。ああ、こう左右対称の。かっこいい。なんか良さそうな感じがする。
こっち順調ですよ。そっち順調ですか。はい、こっちもですね、はい、もう帰ってきたら驚きますよ本宅に。本当ですか。はい、これはお互いちょっと自信がありますちょっともう本宅の方を忘れちゃいましたね雰囲気を。今その数字で言ったら何割ぐらいの。今そうですね、なんか惜しいんですよね。なんか5割はいってそんな感じするんですけどね。5割超え、はい、もうちょいですね。今半分ぐらいなら。何が足りないですかね。ドアの位置も含めちょっと考え直そう。もう完全なピラミッドにしようかな。完全なピラミッドですか。完全なピラミッド。ちょっと石を取りに行きます。お、あ、開けてる。あれ、こんなとこに柵あったかな。あ、僕が入り口を。すごい、もう炭鉱の観光名所みたいになってるじゃないですかちょっと久々に家に帰ろう。お、わ、すごい柵ができてる。なんかちょっとだけ家っぽく。家っぽい。わ、小麦回収。小麦もいっぱい入ってますよ。次僕ここから別荘までをちょっと整地していこうと思ってるので、はい、よろしくお願いします。続き別荘建築を、僕は石を掘って別荘作りかけています。はい、よろしくお願いいたします。すごいでかい。わ、いいピラですね。どうですか、全然最初に思い描いてた建物と全然違うけどピラミッドっぽくはなってきました。ちょっとこの調子でちょっと、まあ、一旦ピラミッド完成させますか。一旦ピラッと、ピラッといて、結構広い部屋ですね。中広いですね。ああ、これ壁作って 2LDK とかにできそうですね。そうですね